に食らいつけ。え、そんなんじゃボールは取れないぞ。あなたは元サッカー日本代表の峰選手、どうしてこんなところに。未来のヤングナデシコが気になって見に来たんだよ。そうだったんですか。ああ、ボールを貸してみろ。はい、はい。ここから俺に向かって本気でシュートを打ってみろ。え、俺が受け止めてみせる。待ってください、峰選手だとしてもこっからだったら受け止めれるよ。いいから本気で打ってくるんだ。わかりました。行きます。来い、キーパー。すごい、受け止めた。すごい、さすが峰選手。大丈夫ですか。いいか、正しいキャッチを知っていればボールなんて簡単に取れるんだぞ。はい、今日はお前に正しいキャッチを教えてやるよ。ありがとうございます。いいか、正しいキャッチをするには、はい、ボール体験だ。ボール体験。あ、何ですかそれは。お前がボールになって俺のキャッチを受け止めることによって体で俺のキャッチを覚えるんだよ。え、私がボールになるってことですか。そう、お前がボールになって俺のところに飛んでこい。俺がキャッチをするから。わかりました。よし、はい、じゃあ来い。行きます。お、そう、そういう感じだ。こんな感じでいいですか。そう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 、いいか、はい、まずは手のひらでボールをしっかり取る。あ、いいな。わかりました。そこからゆっくり肘を曲げる。あ、なるほど。そして、はい、体全身で受け止めながらキーパーキーパーホールドホールドだ。どうした、どうした。え、峰さん、え、うん、どうした。これが正しいキャッチだぞ。よし、次はゴールポストギリギリに飛んでみろ。すごいびっくりしたんですけど。さあ行け。そうだ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 、そうだ。いいか、はい、こういう時は両手でしっかりボールを取る。はい、これ指先で軽く当てるんだ。あ、そして体全身に寄せながらキーパー。こうだ、こうやって取るんだ。皆さん、皆さん、どうした。どこで取ってるんですか。これが正しいキャッチの仕方だよ。全部股間でキャッチしてるじゃないですか。全身キャッチというのを教えてあげよう。全身キャッチ、何ですか。そのままでいい、そのままで。いいか、はい、こうやってボールをしっかり掴むんだろ。え、もういいです、やめてください。全身でしっかりホールドする、はい、全身でホールド。これ全身じゃない、これ一箇所ですから。ちょっと全身でホールドするんだ。これ局部ですからやめてくださいよ。もっと球に食らいつけ、お前は。どこの球に食らいつけ、どうしてんだ。食らいつくんだよ。どこの球ですかそれ。もういいです、キャッチもう十分分かったんで。じゃあ分かった、キャッチが終わったら次はキックだ。キック、あ、キーパーっていうのはな、キック力が大事なんだよ。キック力、あ、だから今からキック体験だ。キック体験、あ、お前が俺のケツにキックを打ち込むんだ。それで俺はお前のキック力を測るからな。それ必要ですかね。あ、それいります。キックをしろ。え、さあ来い、思いっきりキックしろよ。じゃあ行きますよ。あ、いける。あ、そうだそうだそうだ、向こうのゴールまで届かせろ。いけいけいけ、あ、いいぞ、続けろ続けろ。あ、いいぞ。あ、はい、どこ住んでるの。佐賀屋です。総武線。そうですね。彼氏は今いないです。そうや、キーパーってあんまさ彼氏できないでしょ。そうなんですか。あ、なんかさ、キーパーってさ、なんか風俗経験者が多いみたいな。そんなことないです。あれ、あ、本当だ。キーパーなんだと思ってるんですか。ガード硬くてなんだったんだ。やめてくれます。私小さい頃峰選手に憧れてたんですよ。おお、そうなんだ。キーパーやりたくて。どう、峰キーパーのせいは。まさかこんなことになるとは思ってない。はい、あ、でも俺に憧れてたら嬉しいな。よし、じゃあ俺のあの伝説的なさキャッチをあのボール体験でやってやるよ。ボール体験でですか。あ、そうだ。え、実際のボール使いませんもん。いや、あの96年ワールドカップあのロナウド選手のあのシュート俺がキャッチしたあれをボール体験でお前に教えてあげるよ。なんでボール体験でなんですか。いいからいいから。もういや、右サイドからロナウド選手が来た、はい、来た来た。そこで思いっきりシュートしたロナウドの選手のシュートね、このシュートね、いい、
これ全然届かなかったこの時、まあ、そうですね、はい、指先で見てました。指先でちょんとだけついて、はい、スッと回転かけて下に落とした、はい、そこを俺が全力でこうやって取ったよね。なんでですか。こうちょっともうやめてくださいよ。もうやめてください。なになに急に。もう帰れよもう変態じじい。え、なんで変態じじ帰れよもうクソ。ごめんごめん、ちょっとグローブ外すよ。なぜ。え、もう帰れって。え、もういいから。あ、ちょっとなんか怒らせてごめんな、本当に。ちょっとでも未来のね、ヤングなでしこしこだから頑張れよ。帰れよ帰れよ。ごめんね。意外と取りやすい。